こんにちは。カナダ在住の山達です。胡錦東元主席の件、カナダの反応はということで話をしていきたいと思います。はい、えー、1週間にわたる全国人民代表大会が終わりましたということで、習近平の3期目が決まって、新たな役員人事も発表されたということでね、今結構ニュースで話題になってますよね。 で、えっと、僕、あんまり中国事情詳しいわけではありませんので、とりあえず、あの、世界メディアがどんな話をしているのかっていうところだけざっくりお伝えしておきますと、えー、10ぐらいのメディア、ざっと確認したんですが、ほぼ同意見ですね。今回の人事っていうのは、近平にとにかく忠実な側近が揃えられていて、イエスマンが揃ってるイメージだ、みたいなね、そういう報じられ方になっています。 まあなんで、ただでさえ3期目っていう異例のものなわけなんですけれども、それプラスイエスマンしかいないってもうこれ暴走しだしたら本当にね、手つけられなくなるんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、まあとりあえずそういう怖いような報道になってきているわけなんですね。はい。で、えっと、例えばカナダの CBC が言っているのが、もう今回のこの新しい役員人事の顔ぶれっていうのは、マキシマム C だと。 えーまあ、日本語で言うと極大近平状態っていうね、えー、そういうものなんですけれども、なんでこう言えるかって言ったら、もう従来であれば、全国レベルの政治経験が要求されていたポストに、例えばこの李強っていう人物がいると、まあ、これが何よりの証明でも政治経験よりもとにかく近平にどれぐらい近しいかっていうようなところが、えーまあ、重要視されてるんじゃないかっていうことだそうなんですね。はい。 で、あとは、あの、全人代の中で金平が人民解放軍の強化に触れていたとかね、あと世界の発展に中国が必要なんだ、みたいなことを言ってたっていう話なんですけれども、まあ、正直あの、ま、日本人としてもかなり気になるのが今後台湾どうなるかっていうところなんですよね。で、えっ、ー、と、CBC のあの、ニュース記事には正直そこに関しては触れてないんですよね。まあ、あの、対立っていう表現が使われていたので、一応台湾のことを匂わせてんだと思うんですけれども、まあ、あんまりあの、力を入れて書いてる感じはなかったですね。はい。 今特にあのバイデン政権がね、あのまたあの戦略石油備蓄をですね、さらなる放出するってことを決めまして、もうガバガバ今垂れ流してる状態なんですよね。で、一応ね、一つその近辺が動くタイミングとしては、そのアメリカの戦略石油備蓄が底ついたタイミングで動くんじゃないかみたいなことが言われてるわけなんですが、もうバイデンまさにそのために今全力で突っ走ってる感があるわけなんですよね。はい。 まあちょっとその話は横に置いといて、とりあえず近平3期目突入しましたってことが今世界で話題になってるということなんですが、その中でも、正直近辺3期目になるのはこれもうみんな分かってたことじゃないですか。 じゃなくて今話題になってるのが、胡錦涛元国家主席に起きた、まあ、あの、退場劇みたいなものですよね。まあ、パッと見た感じ、強制退場させられたようにしか見えないわけなんですけれども、えっ、ー、と、これに関する話をちょっとしておきたいと思います。で、動画を見たことある人いない人いると思いますので、一応動画ここに埋め込んであるので、それを見つつ、何が起きたのかっていうのを紹介しておきたいと思います。え、胡錦涛ここにいます。はい。で、えっ、ー、と、ちょっと動画流しますね。 なんか、ごにょごにょごにょって言われて、で、まあめちゃくちゃ混乱してる顔してるんですよね。お隣に金平がいるんですけれども、はい。で、腕掴まれて、まあ立たされてるんですよね。で、えっ、ー、と、隣にいた立選書っていう人物がね、なんか、引き止めようとしていたところに割って入ってやめてください、みたいな感じになって、で、もう、ほぼ強制的に連れて行こうとされて、で、席に戻ろうとします。で、立選書が、なんか、えっ、ー、と、この後、汗拭いて、 えー、スーツをピシッってやって、よっしゃ、助けるぜみたいな感じで立ち上がったところに、隣にいた王なんちゃらがやめとけみたいな感じにして、はい。で、えー、っと、その後、コキントがなんか、ごにょごにょ、にょ、ごにょ、ョゴにょって喋っていて、で、えー、まあ、そろそろ動くときかな。はいで。なんか、とにかくずっと抵抗してたんですけど、これもね、なんか、 このファイルを取り返そうと思ったけど、返してくれなくてね。はい。で、えっ、ー、と、ま、最終的に納得したのかよくわかりませんが、えー、こっちの方に歩き始めましたと。で、えー、そのタイミングで、金平になんかごにょごにょって言って、金平がうんうんみたいな感じに言うんですよね。はい。で、最後に李国強が肩ポンって叩かれて、で、えー、さようならっていう感じなんですけれども、はい。個人的にすごく気になったのが、この前の列の人って誰もマスクしてないんですよね。で、後ろの人たち もうみんなはしてるっていうところからなんかもう序列って感じがしますよね。はい。 と、まあ、そのマスクの話は横に置いといても、とりあえず、なんか、古近東が、なんか知らないけど、強制退場させられたっていうところがあったわけなんですよね。はい。で、えっ、ー、と、まあ、一応、この流れを確認すると、えっ、ー、と、その、なんか、ごにょごにょって言われます。で、混乱しています。で、えー、強制的にもう腕掴まれて立たされるんですよね。で、それを隣にいた、えー、リ選手が止めようとするけれども、割って入られました。で、席に戻ろうとするところなんだけれども、なんか、ごにょごにょってなってっていう感じだったんですよね。 はい。で、これに関して、まあ本当に今、世界中でいろんな憶測が出てきているんですよね。一体何なんだと。で、特にこの、これが起きたタイミングっていうのが明らかにおかしいんですよね。その、世界中のメディアが入場した直後に起きた話だと。いうことで、まあどう考えても、世界に、 これを見せつけようとしているようにしか見えないんですよね。で、一応これ中国国内では報道されていない、もう徹底検閲にあってるっていうことなので、中国国民は知らないようなんですけれども、とにかく世界に向けて金平が何かを示そうとしていたんですよね。まあ、かつての自分のね、えっ、えー、と、前任者をこういうことするっていうところから、まあ、あの、自分の権力を固持しているようにしか、まあ僕には見えないんですけれども、はい。まあ、やっぱり何か目的があったんだろうって言われてるんですよね。 で、えっ、ー、と、もうちょっと綺麗な図で言うとですね、こんな感じでもう、その、えっ、ー、と、最初ね、その律選手が助けようとした時の近平のこの顔ね、えー、<laughs> もうなんとも言えないですね、これね。はい。で、えっ、ー、と、コキントーさんもね、なん、なんてことするんだい、みたいな感じになってますしね、これどう考えてもこ腕掴まれてますもんね。はい。えー、で、えっ、ー、と、その後ですね、あの動画のこの前なんですけれども、ちょっと今回動画の中に入ってなかったんですが、 なんか、近平のファイルを、えー、コキが手伸ばして取ろうとして、近平に振り払われるみたいなところもあったっていうことなんですね。なんで、明らかに、その、コキンとしては、なんか抵抗を見せていたということなんですよ。で、えっ、ー、と、まあ、その後ね、退場させられるときにはこんな感じの満足顔になってるわけなんですけれども、えー、一体全体に何が起きてるのやらって感じなんですよね。はい。で、ちなみになんかよくね、あの、コキンと近平ってあんま仲良くないんじゃないかっていう話があるんですけれども、えっ、ー、と、例えばですね、 今回の全人代で近平2時間弱の演説をしましたと。で、それが終わった後に、この委員会メンバーの方にお辞儀をしているときに、みんな拍手をしている中、唯一、胡錦濤だけは拍手していなかったっていうことなんですね。っていうようなところもなんか気になるなっていうふうに思ったんですが、はい。とりあえず、まあ、こんなことがあったわけなんですよね。はい。なので、あのー、まあ、何よりのサプライズだったのかなっていうふうに思ったんですけれども、皆さんこれ、何の目的だと思います ま、あの、好きなように、えー、皆さんの持論をね、あの、コメントのどこ書いていただけたらっていうふうに思うんですが、はい。えー、ひとまず、まあ、こんなことがあったわけなんですね。じゃあ、これに対して、例えば、カナダの報道ってどうなってんのかって言ったら、もう全部報じてますね。はい。えー、主要メディア全部チェックしてみましたが、こんな感じで報じまくってまして、特にナショナルポストに関しては超力入ってて、3つ、<laughs> 3連投してるんですね。はい。で、えー、っと、この強制騒強、強制退場騒動に関して、えー、っと、共通して書いていることが、その、胡錮とが、 抵抗しているように見えるとか、席に戻ろうとしたけれども、戻る、戻してもらえなかったみたいな感じのことが書かれているんですね。まあなので、カナダメディアとしては、胡錦涛が強制退場させられたっていうようなところに必要立場としては持ってるのかなっていうふうに思いました。はい。で、一応ですね、あの、他の で、一つ書かれていたのが、あの、なんか追記みたいな感じで書かれてたのが、その、古今東は一応健康不安説みたいなものがあると。で、特に今回の開会式でも補助を受けていたということなんですね。で、えっと、その後、新華社通信ね、あの、かな、え、かなじゃない、中国の国営メディアが報じていたのが、もう古今東は体調不良が起こしていたと。 だから別室に移動してもらって、現在は体調回復しているのでご安心くださいって言ってるんですけれども、あれはちょっと <laughs>、体調不良力見えないんですよね。まあ歩き方はね、ヨボヨボしてるおじいちゃん感だからもうバイデンと変わんねえじゃねえかって思ったんですけれども、まあでもね、ねどう考えても腕 <laughs>、掴まれて、立たされて、で戻ろうとしたのも静止されてみたいな感じなので、まあ強制退場ですよね。はい。で、えっともう一回言いますか、その海外メディアを入れたタイミングであれが起きましたよと。 いうところと、あと国内では全力検閲されているところから、まあ明らかにタイミングを見計らった何かしらのメッセージ性のある行動だったとしか思えないんですよね。はい。っていうようなことが今、あの、起きているわけなんですけれども、はい。えー、まあ、あとは中国がこの後どう動くかっていうところですね。で、えっと、まあとりあえず今回の話はここでおしまいなんですが、一つちなみにの話をして終わりたいと思います。 あのですね、あの、最近ですね、あの、中国警察の海外発出,発出場が世界にあることが発覚したっていうニュース。 が、あの、出てたわけなんですけれども、それに関する DM がですね、先週ぐらいになんか突如としてめっちゃ来たんですね。で、<laughs> まあ、多分ま、えっ、ー、と、メッセージ見る限り、闇のクマさんが動画で取り上げたことで知って、えっ、ー、と、僕になんかご連絡いただいたって方だと思うんですけれども、僕は実は9月末の段階これ先に報じてるんですね。なんで、あの、新たに動画で取り上げるつもりは特にありませんので、あの、よかったらそっちを見てください。一応概要欄にも貼り付けておきますので、そっちを見てください。はい。 で、えっ、ー、と、この話の続きも一応しておきたいと思います。カナダ政府一応これに答えていまして、えっ、ー、と、この前、その、議会でこの話が上がったんですね。あ、委員会かな委員会でこの話が上がって、その中で言っていたのが、まあ、とにかく現在調査、調査中だと、いうことなので、その、どのような対応を取るかとかはまだ言えないっていうことだったんですね。で、これに対して保守党側が、いや、これ事実の場合はもうとんでもないことだと。違法行為っていう言葉だけでは片付けられなくて、 国家主権の侵害行為であるっていう風に言ってるんですね。で、その上でもうこれに関わった連中っていうのは全員ビザの取り消しをするべきだっていう風に言ってる。これ当たり前ですよね。はい。で、さらにですね、今回あの、トルド側にとって都合の悪いのがですね、無視できない状態がありまして、 この今回カナダ側で見つかったこの発出所って一応確認されている限り3カ所あるんですが、3カ所全部オンタリオ州なんですね。で、そのうちの1つが、えっ、ー、と、その自由党、トルドーの政党の、えー、議員さんがその出身の選挙地区なんですよ。なので、 無視できないんですね。で、その自由党の中でも、これはちゃんと対応すべきだっていう声が上がっているので、まあ何かしらの強い対応を取らないといけないということなんですね。はい。まあ、あの一応はね、トルドー政権は見かけ上は、あの、カナダに関してかなり、カナダじゃない中国に対してね、強い対応を取ってますから、はい。まあ、次は本格的な何かをやらないといけなくなるのかなっていうふうに思います。はい。 で、えっ、ー、と、あとはですね、あの動画の中でも言及したので、まあ、詳しいことはこっちで見てほしいんですけれども、え、この確認されている中国の海外発出所って北米大陸だと東海岸にしかないんですよね。今のところ確認されているのはカナダに3カ所、えー、オンタリオ州っていうその東側なんですね。で、アメリカ側はニューヨークシティっていうことで、全部東側に偏ってるんですよ。で、 こんなに広い、この北米大陸の中で、西海岸にないわけがないんですよね。はい。まあ、なので少なくともおそらく、まあ、カリフォルニアなり、なんとなくオレゴンはないんじゃないかなってよくわかりませんが、僕はなんとなく思ったので、オレゴンはちょっと抜いてますが、まあ,あ、とシアトルのあるワシントン州とか、まあ,あ、と一番多分可能性高いのは BC 州ですね。僕の今住んでるところなんですけれども、ここの、あの、リッチモンドっていうところなんか特にそういう、ね、経営に使えたりとかするんじゃないかなって思うような地区なので、まあ、 これ単なる憶測ですけれども、多分どこかしらに、えー、もう1、2箇所ぐらいはあるっていう風に考えるのが自然なんじゃないのかなっていう風に思っています。はい。あくまでもあの報告ってまだあの中間報告レベルのようなんですね。まあ、なんでこの後またさらに増えていくかもしれないということなんですけれども、はい。まあ、ひとまず、あの、この話に関して気になる方はこの動画をぜひご覧ください。はい。ということでちょっと話は最後脱線しましたけれども、えっ、ー、と今話題になっている話ですね。えー、とりあえずカナダではこんな報じ方ですよっていうところだけ紹介しました。はい。ということで今回 今回の動画は以上にしたいいと思います最後までご視聴ありがとうございました。え最後は、なんか、ここ2、3日ぐらい、デブちゃんが気に入っているところですね。はい。その玄関のすごい隅になんか箱になるっていうね、そういう状態なんですが、はい。まあ、可愛いオブジェがやってきましたって感じですね。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。